ワルシャワの戦いは1656年7月28日から7月30日にかけてポーランド・リトアニアとクリミア・反国の連合軍がスウェーデンとブランデンブルクプロイセンの連合軍に敗れた戦闘である。1655年から1660年まで続いた第二次北方戦争とスウェーデン・ポーランド戦争の中でも最大の戦いの一つであり、 数において劣勢な連合軍が、はるかに優勢なポーランド軍に勝利したのである。この戦勝が、後の戦況に与えた影響は、最小限に止まったが、ポーランドの首都ワルシャワは、戦いの後に、改めて占領され、連合軍の略奪を受けている。国王や二世和イミエシュが主が、親出するポーランド軍はおよそ5万名から6万名を、要しており、 その中でも不評は4500名のみであった。残りは騎兵である。戦いの直前、さらにポーランドと同盟していたクリミアタタール人の反率いる2万名の騎兵が到着した。これと対峙した連合軍は1万8000名のみであったが、不評は合計6400名であり、ポーランド不評に比べて数に勝っていた。で上陸した後、この軍団は、 ワルシャワへと南進する。ヤン二世は指揮下の軍とビスワ川を渡り、近郊のプラガの5キロメートル北方で、ウガムを接近してきた連合軍に遭遇した。彼は勝利を確信しており、フランス公使に対してスウェーデン人はタタール人に朝食として与えたのであり、ブランデンブルク選定校は日光も月光も差し込まない穴に押し込めたいと語るほどであった。初日の戦い、 ヨハン・フィリップ・レムケの絵画。1656年、ワルシャワで、ポーランド軍のタタール兵と戦うスウェーデン、国王カール10世。初日、連合軍は、通例に従った、正面攻撃を開始したが、ポーランド軍に撃退された。東部のビャオウエンカの森と、西部のビスワ川に挟まれた一帯は戦列を組むには、狭すぎ、連合軍の不評は、パイクとマスケット銃を持って、 効果的な射線を形成することができなかった。また、ポーランド軍は、自陣の前で野戦築城を実施しており、攻めるのが非常に困難な賢人を構えていたのである。二日目、カール・10世とフリードリヒビル・ヘルムは、ポーランド軍陣地への正面攻撃が無意味であることを、自ら確かめて認めた。この偵察任務で、二人は森の側面にコリーネとして知られる、 小さな丘があることに気づく。その頂上は、ビアオウエンカの森を一望するのに十分な高さがあった。また、そこは大砲の配置に理想的な場所であった。後に、フリードリ・ヒビルヘルムは丘を占領させ、そこからポーランドの陣地を砲撃させた。ポーランド騎兵は絶え間なく丘へ攻め寄せたが、ブランデンブルク兵は耐え抜く。 その間、森に隠れて待機していたスウェーデン軍は、タタール兵の襲撃を受けたが、その弓や無練度に優れたスウェーデン兵の銃火を前に、大きな効果を上げることはなかった。ブランデンブルク軍を単独で敵に対峙させる危険な軌道で、カール十世グスタフは、スウェーデン軍を引き、ブランデンブルク軍を迂回する。ポーランド軍はこれを察知しなかった。こうして午後4時ごろ、 スウェーデン軍は突如として、ポーランド軍の右翼に現れた。この新たな状況により、ポーランド軍の戦闘体系は維持できなくなる。同軍の反撃は、スウェーデン軍の戦列を突破できるほど強くなかった。結局、ポーランド軍の整然としない攻撃は、夜の間に弱まってやみ、その一部は早くも逃亡に移っていたのである。三日目の戦いを描いたエイリー・クダールベルクの絵画。 3日目、ポーランド軍はついに敗れた。オットー・クリストフ・フォンシュパー大将は指揮下の砲兵隊を持って数時間にも及ぶ砲撃を開始し、すでに指揮と統制を失っていたポーランド軍を槍兵に攻撃させた。フリードリ・ヒビルヘルムは騎兵を率いて、ポーランド軍の右翼に突撃し、その戦列に深く切り込む。この突破が、ポーランド軍の崩壊を引き起こした。 ヤンニセイ・カズイミエシュは敗北を悟り、当時は唯一であったビスワ川の橋を通じて指揮下の不評を交代させた後、これを焼き落とした。ワルシャー側の騎士では残余のポーランド不評が四方八方へ散った一方、プラガ側の騎士では騎兵がビスワ川に沿って南北へ退却した。ヤンニセイはルビンへ逃れる。連合軍は船橋を渡って追撃し、阻まれることなく、 ワルシャワへ入場することができた。ワルシャワの戦いは30年戦争の後、重要な意味を持つ初めての戦闘となり、とりわけ、スウェーデン軍の起動によって、ヨーロッパ全土から相応の注目を集めた。戦争の目標が大いに異なっていたため、カール10世とフリードリヒビルヘルムは、ワルシャワで外戦行進を挙行した後、ほどなくして別れる。カール10世は、 ビスワ川の下流で再編されたポーランド軍と戦うべくダンツヒへ向かい、フリードリヒビルヘルムはプロイセン公領の東方国境を来襲したリトアニア及びタタール騎兵から守らなくてはならなかったのである。ヤン2世はこの敗北により1657年のベーラウ条約でタイスウェーデン同盟の締結と引き換えにプロイセン公領の総主権をやむなくブランデンブルクへ移動した。 A.B. グロガー、ブルーノ、フリードリヒビルヘルム、カーファーストフォンブランデンブルグベルリン、ノイエス・レーベン、1986、P130、クルトヤニー、ゲシヒテデア・プラシスケン・アーミー・フォーム15、ヤーフンダアット・ビス1914、1、バンド、ビブリオ・バーラグ、オースナブルック1967、P130 グロガー、ブルーノ、フリードリヒビルヘルム、 カーハーストフォーン・ブランデンブルグ・ベルリンノイエス・レーベン1986 P133 ありがとうございます。